4とつかぐやはメインカゴに泥率 30% アップがあり、肉は確率箱に入っているので、片面かぐやや両面かぐやにすると増えるはずです。そこで今回は、どれぐらい増えるのか知りたかったので、4通りに分けてドロップした肉の数を調査しました。1つ目は風緑のみ、2つ目はそれに雫と最終エッセルを追加しましたが、現在は半額中なので効果量がいつもの2倍になっています。そして、3つ目はそれらに加えて片面かぐや、4つ目は両面かぐやにしました。また、集会場所は EX プラスですが、ゴールデンタイラントを除いた200戦で集計しました。ゴールデンタイラントは泥率アップに関係なく36個確定でドロップし、出現有無に大きく左右されてしまうので今回は除外しました。早速結果を見てみましょう。1戦あたりドロップした肉は、上から順に、5.33 個、5.65 個、5.77 個、5.88 個となりました。風緑だけのところに雫とエッセルを追加すると肉効率はプラス 0.33 個で格段に上がりましたが、かぐやを追加したところプラス 0.1 個程度で上がり幅は下がりました。その理由ですが、まず、肉が入っている確率箱は2箱あるので、雫&エッセルでは2箱分のドロップ率が上がります。一方で、2箱ある確率箱のうち、片方の箱は元々のドロップ率が比較的高いので、雫&エッセルの時点でほぼドロップするようになります。そのため、それ以上泥率アップを積んでも、もう片方の1箱分のドロップ率しか上がらないので、上がり幅は小さくなるというわけです。以上より、メイン石やフレイ石をかぐやにすると肉効率は上がるので、組める人はこれからも組むと良いでしょう。一方で、肉効率の上がり幅は比較的小さいので、組めなかったとしても全然問題ありません。ほんの少し周回時間が増えるぐらいです。かぐやにすると装備の敷居も格段に上がりますし、さらに、泥率アップと関係ないゴールデンタイラントも考慮すると差はさらに縮まります。むしろ、誰でも準備できる雫やエッセルの有無の方が重要になってきます。効率の悪い周回をしないように、忘れずに、仕様もしくは編成に入れましょう。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、